にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュン TBC のシュンです。今回もフリーゲーム行きすげインスタントラバーをやっていきたいと思います。パート2です。パート2ですね。コンティニューでは、前回のね続きからやっていきます。確か先生が来てんやったっけな。違う、もうなんかセーブのところも忘れてる。ごめんよ、邪魔だ、許せ学校に着いた。とにかく停車して、よし、ここは聞いたね。ああ、もう、この人も、キャーとか言ってね。で、先生が現れたんですよ。で、ちょっとセーブしよう、セーブ。ちょっとセーブ大事です。告白したらあかんかったから、告白したっけ?ボス、連れてください。上司をからかって楽しいの?僕は本気です。前から先生のことが好きだったんです。付き合ってくれたら死にますよ。落ち着きなさい、かけるし、ね、しんくん。悩みがあるなら後で聞くから。くそ、やばいやつだと思ったが、何せよ、これ以上押しても無駄みたいだな。先生、僕急いでるんで失礼します。かけるね、しんくん。僕は他のターゲットを探しに校舎に向かった。もう時間がない。あ、ダメだ。ことごとく、女子から変な目で見えてしまった。時間で、わあ。やり直しだ、告白して、時間がないんだ。ああ、おしまいだ。僕と付き合ってくれる女子なんているはず。あ、みきる、オファー。みきるウィース。彼女は確か、黒瀬みきる、スクールカースト上位に位置する陽キャ級の陽キャだ。そういえば、モテない男たちの間で、黒瀬は男に、だとしたら、タミコは僕でもワンチャンあるんじゃないか?あたりまさと、もう時間ねえんだ、全部あった。やったぞ。待てよ。ちょっと待てよ。よく考えるんだ。使って、セーブして、こくれ!あの、黒瀬さん。え?あんた誰?僕は、隣のクラスのタケルネシン、ちょっと黒瀬さんにお願いしたいことがあるんだ。何お願いって。僕と付き合ってください。読めない感じがすっとばす。は?急に何言ってるのあんた。あれ?思った反応と違うな。お願いだよ、人助けだと思って。黒瀬さんなら男の二人と付き合うぐらい朝飯までの勘だよ。失礼すぎですよ。勘違いしないでほしいんだけど、私そんな安い女じゃないから。待ってよ、ちょっとだけだから、一回だけでいいからさ。やっぱそれ目的から死ね。入っちゃった。聞いてた話と違うぞ。考えている暇はない。次は他当たろう。クソ、どいつもこいつもゴミを見るような目で僕を見やがって。僕は悪くはないんだよ。元はどこであいつが時間切れ。わあ。いい感じでの恐怖だ。ちょっと告白して、いや違う、告白したら時間が無駄になっちゃうのか。もう何しろ見たからね。本当はカットしたいけど、カットできません。よし、いけるよし。元さん、あいつが、あ、女神や、苦戦してるようですね。かけるね、しゅん。女神、おやおや、感情に身を任せてはいけません。その調子では一生彼女なんてできませんよ。貴様、さてどうしよう。もうちょっと当たり前さそうぜ。ダメだ、ここは何もない。クソ、セーブすれば何とかなるんだ。セーブだ、なんか犬になるとかあるな。ちょっと犬になってみるか。クーン。おや?キューン、女神様、命だけは助けてほしいわん。プライドを捨てて、自分で何かがましたが、人間としての尊敬はないのですか?尊敬?死ぬよりマシだわん。お願いします、ご主人様。ダメです。ちゃんと彼女を作ってください。時間見てなかった。犬になってやり直ししようっていうか、待ってよ。どっから始めたらいいんだろう。だから、待って、5番から始めて、ちょっともう、もか当たるんだ。で、女神が現れるから、で、ちょっと時間があれやから、ちょっとセーブして、なんで、ファイルどこにセーブして、犬になりましょう。いや、ここは読んだね。ダメです、ちゃんと彼女作ってください。
しかし今の見事でした。メガンポイントあげましょう。あ、どうも。え、メガンポイント何？うん、図書館に来てみたはいいものの、さすがにこの時間に人はいないか。わあ、かけるねしゅん。おう、なじみ？今朝どうしたの？あの、合わせて。僕にもいろいろ事情があるんだよ。へえ、その事情って女の子に告白すること？え、なんで知ってるんだよ。しかも手当たり次第に、あれってどういうつもりなのかな。さてどうしよう。え、ちょっと、あたり回さす？あったぞ、よしよしよし、ジェットバーン、ジェットジェット。だって、あ、使ってセーブだ、使ってセーブ、7番目セーブ。待って、告白成功するのかな。ここてみるか、ここてみる、心を。僕と付き合ってください。え？あれ？あれ？待って、これ。待って、ん？ん？ジミー、あれなんか見たことある。あー、見たことある。カーッと、多分同じエンディングだ。やっぱり、エンディング1になりました。告白寸前からやり直しです。ちょっと事情を話して去りましょう。実は過去がしかしか、そう、信じられないけど本当なんだね。うん、だから早く彼女を作らなくちゃいけないんだ。なんで？え？あー、何は？なんで私じゃないの？私だったら喜んでかける熱心の彼女になるのに、どうして私を避けて他の女に告白すんの？どうして？ねえ。どうして？いやーやだー、もう一緒やん。命の危険を感じ、僕は、とりあえず逃げ出した。あー、怖いよ、怖いよ、ホラー演出、ホラー演出。いや、なじみのやつ、一体何のつもりなんだ？なじみと付き合えば、問題は解決できるかもしれないが、それ以上に危険であると、僕の第六感が叫んでいた。カチルネシン君、何をしているの？もう、ホームルームが始まる時間よ。先生、もうこの人いないか？時間セーフ。もうゼロになったけど。あたり見渡して。あ、どうしようしようしよう、危ない危ない。これで、使ってセーブだな。使ってセーブしまして、告白しろー！僕と付き合ってください！2回目。カケルネシン君、あんまりふざけてるようだと、生活指導室に連れて行くわよ。なんで？僕、先生は僕のこと嫌いなんですか？いいえ、でも、上司をおちょくる生徒は嫌いよ。てるし、これ以上しても無駄だ。他当たろう。他当たんの？僕の気候が生活指導の先生に知られたようで、学校中の先生が僕を探してるみたいだ。まるで指名手配犯のようやな。ああ、とりあえず人目を避けてここに来たけど、これからどうしようか。うん？あ、でさあ、何それ、ウケる。あ、クロスさん。うん？あんた誰？僕は鳥のクラスのカケル熱心。こんなところで何をしているの？別に、あんたに関係なくない？さて、あれ？あ、そうか、告白してないデータであれしてもってんのか。ちょっと今足して。ダメだ、手詰まった、告白するけど、多分告白できないんだろうな。クロスさん、時間来て！わあわあで終わっちゃった。では、ちょっとね、時間が来たので、今回のパート2はこんな感じで終わりたいと思います。結果、新しいエンディング、一個も出せませんでしたってことでね、次回のパートこそは、新しいエンディング出せるように頑張りたいと思いますってことで、チャンネル登録と Twitter の方でよろしくお願いします。ツイキャス配信、ネット配信、ニューラム配信やってますので、そちらもよろしくお願いします。公式 LINE までの最初の URL から、友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。噛みました。なんで最後噛みましょう。